おお。おお、ピヨピヨピヨする。おお。ここにピヨがいますね。こっこりも。どうも、コナさん、みんにちは。シャタック星から参りました、シャタン4号機と申します。よろしくお願いいたします。救急車！はい、ってことでですね、今年でしょうか、おそらくはコッコリンの中のものさんからコッコリンミクロン の、 あのバージョンアップ版、よりキメが細かくなってますっていうことで、あの私定食の時にちょっと使ったんですけど、それで満足しちゃってたんですけど、まあ先日来られた時に、シャダさん使用感とかレビューしてくださいよってちょっと念を押されたんで、本当ちょっと申し訳ないことしたなと思って申し訳ないことしたなと思って、はい、こちらのですねレビューをどうしようかずっと考えてたんですけど、明暗が浮かびました。これ新しい版ですね。でここにもありますけど、これ新品のミクロンで、これが現行モデルですかね。はい、ミクロンで、こちらですね。はい、現れました。この瓶の中に井戸水入れております。井戸水、はい、そこにですねこの新しいミクロン 1g 取ります。ここに、はい、でこっち取ります。はい、1g 取って一斉に入れます。入れた時のこの沈み具合、はい、それからかき回した時の混ざり具合で、放置したたちょっと何分か放置した場合にどういう状態になるか、それをやるのが一番ですね、 YouTuber としてせっかく動画撮ってますんで分かりやすいんじゃないかな。よかったですよなんて軽はずみなレビューをしてもですね、あまり全くもって意味がないのかなってところで、まあこのぐらい撮ります。はい、こちらですね、これが今まで現行モデルで、新バージョン、まあ、同じ、ちょっと多いな、ほぼ 1g、 こんな感じですね、はい、これをいっぺんに入れる、はい、ですね、やってみます。いっぺんに両手に持ってこういきますよ、せーの、ドン。あ、どうでしょう、ちょっとこぼしちゃいましたけど、あれ、あ、そういうことか、現行モデルの方が重いんでしょうね。すぐ落ちました。ただですねこっちはなかなか落ちていかないです。ちょっと待ちましょう。もうストーンと落ちましたからね、旧モデルは、あ、じゃない、現行モデルは。新モデルはほんとサラサラしてるんで、あ、なるほど、時間かかってますね、落ちていくのに。もう分かりますかね、やっぱカーボンなんで、あの水に溶けないんです。だから私攪拌機使ってやってますけど、いや、これはいいですね。そしてあの長野の農学校の奥先生からはもう大変非常に良いと、この新バージョン、はい、あ、実はですねこれパッケージも一新するらしいです。はい、期待ですね。もう多分プロトタイプできたら私のところに送ってくれるのかなと期待してます。はい、まだ落ちないですね。ほら、わかりますか、残ってますよね。こっちはもうほぼ落ちました、ほぼ、はい、ってことで合ってますかね。この真ん中の直感は気にしないでください。はい、まだですね。いや、これ結構キメが細かくなった証拠かな。ちょっとこぼしちゃいましたけどね。はい、ってことでもうぼちぼちいいでしょう。でこれちょっとかき回せして、で、うわ、広がりも全然違いますね。あれあれ、本当だ。ちょっとこれ
こう見せた方がいいな。わかりました。真っ黒、ちょっと回せば真っ黒ですね。でこっちはちょっと何ていうんですか、よく攪拌されてないのわかりますかね。微妙に、はい、色が違うんです、濃さが。はい、でもう一回ちょっとこれ1234 1 2 3 4 5、はい、混ぜて、でこれちょっと放置してみます。はい、いやでも本当にわからないかな、これ分かりづらいかな、色が黒濃いの分かりますかね。これはくっつければ分かるかな。ほら、あ、分からない、いや分からないかな、これは。ああ、そうか、よし、じゃあちょっとこれで、はい、これはいいかもしれないですね。トートバッグ、コッコリン、新タイプ、いやすごいな。ああ、もうすでにほとんど落ちてますね。もうちょっとちょっとよく見てます。はい、もうちょっと混ぜて、どっちが先にあの今の状態になるか、早くなるか、カメラは押さえてると思うんですけどね。はい、おまけってことでですね、ついでで申し訳ないんですけど、こちら、はい、多いお茶ではありません。はい、これはですね、以前私動画のコミュニティで椿姫線虫対策ということで投稿させていただきました。それがの専売液ですね、椿姫の専売液、あとそこにバイオアクトと大光貿易のニームシャワー、はい、それからミライプランの、葉っぱのお医者さんを入れてですね、今日株元完遂しました。はい、でちょっとふざけてこれを間違ってミミズにかけてみたみたいな動画を撮ろうかと思ったんですけど、それじゃあ、昆虫虐待みたいになってしまうんで、ぜひですね、どういうことが起こるかは私の2号動画の過去動画、椿油かす汁を水出しして流し込むっていうような動画がありますんで、それの最後の方かな、見ていただけると、要するに有効成分サポニン、椿油かすに入っているサポニンですね、一緒のことだと思うんで、ミミズがどうなったかで、私の個人的な感覚ですと、ミミズと線虫も、まあ、同じ、なんていうんですかね、寒帯動物っていうんですかね、腸みたいな。はい、なのでミミズにあんだけ効果があるのであれば、まあ、他のそうだ YouTube でも出てますね、ミミズ駆除みたいんで、椿油かすみたいな、はい、だから線虫にも同様の効果があるのかなと、はい、思ってます。ということでこちらはさすがに飲みたくないですね、飲めないです。
はい。こっちはもうほぼ落ちましたね。だけど、新バージョンの方、まだ若干落ちてない。うん、多分カメラ分かりづらいんでしょうね。こういう状態。こういう状態ですね。はい、どうだったでしょうか。確実に変化は出てますね。はい。ってことで、新しい版飲んでみます。いただきます。ステイホーム。お、あ、あ、美味しい。うん。いや、美味しいですね。完璧です。はい。ちょっと味、飲み比べ。あ、一緒です。味は一緒。